ヨハネ16章7節から15節までの御言葉です。교독을하도록하겠습니다그러나내가너희에게실상을말하노니내가떠나가는것이너희에게유익이라내가떠나가지아니하면보혜사가너희에게로오시지아니할것이요その方하면내가그를너희에게보내리니その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。죄에대하여라함은그들이나를믿지아니함이요また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なく心出す。私にはあなた方に話すことがまだたくさんあります。今あなた方がそれに耐える力がありません。그러나진리의성령이오시면그가너희를모든진리가운데로인도하시리니그가스스로말하지않고오직들은것을말하며장래일을너희에게알리시리라御霊が私の栄光を表します。私たちのものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。皆様祝福します。平安に世界を生かす宣教師です。皆様は荒わてた地を譲れます。譲れましょう。恵みの賛美感謝します。私たちの巡礼者の道を聖霊様が私たちの手をつないで歩きます。神の国に行くその日まで聖霊が語られて私たちに私が導きますと今日も聖霊様が本当に正確に私たちを導いてくださる事実的な聖霊の体験を受けるように祝福します。昨日から世界レムラント大会の登録が始まりました。世界レムラント大会は27市でこの間集まることができなかったのに5年ぶりに全体が人どころに集まって神様の御言葉を握って重要な世界の現場を向かって心を込める時間を持ちます。何よりもタラッパンによって一番大きな祭りであって、ホリデーのようなそんなレムラント大会です。レムラント大会以前にリーダーの水連会があり今日のタイトルは影響の企業永遠な作品永遠な遺産というタイトルで全世界のレムラントとレムラントのため祈っている人々が集まる時間です。ある面ではレムラント大会に参加する人々を見ると本当に赤ちゃんの時レムラント親と一緒にレムラント大会に参加してそれがその方々が育てて今はまだ自分の子供を連れて参加する広大に正確な計画を伝える祝福な時間場所だと思います。全世界的に矢倉が建てております。そのレムラントの矢倉が時間用によって伝道と宣教と世界福音化のため新しい戦略とシステムが作られている重要な意味があるレムラント大会です。各教会こそ祈りながら答えを受けている
部分は金土日時代の3つの庭の答えです。その3つの庭の答えを持っている教会と主のしもべたちが神様から与えられる絶対的なミッションと計画をつかむ答えの現場が世界レムラント大会です。心を込めて祈ってくださってください。また一緒に参加して答えの場所におられるように祈ってください。5年ぶりに集められるその集会だから聖霊の導きを受ける。またメッセンジャーのため神様の正しい志が伝えられるように、またキリストが与えてくださるヤグラと旅程と道しるべが永遠な作品で遺産で企業で私たちに伝えられ、また次世代にも伝えられるように祈って導かれてください。昨日登録が始まったのに5時になってもう5000名が登録しましたと、3時間の間みんなが待っていた、そんな集会だからそうじゃないかと思います。今年は特別にレムラント大会に5000種族のいろんな人材も入ってくると思います。レムラント大会に5000種族のため祈っている方々が多いんです。それは電話をかけてくださって、どうしたらそんな人々を招待されるんですかと聞いてくださいます。教会からかも、また人々からかも、またオセアニアからはそのレムラントたちを参加させるため、私の教会にもそうでした。このメッセージが伝えられた時、一緒にそこに参加したいんですけど、一緒にやりたいんですけど、どうしたらいいでしょうかと、そんな方々も怒られています。私たちが持っている福音が伝えられること、それが神様の願いです。それが神様の答えになれるようにお願いします。今週は特別にレムラント使役者と教祖の先生の推薦会があります。それで使役者とともに親たちが参加できるように、夏のいろんな集会のためメッセージが伝えられる時間です。それまず使役者たちが恵みを受けて力を得る時間です。火曜日から木曜日までのその集会のため祈ってください。教師が力を得たからレムラントたちに力を伝えることができます。それで教師たちの先生たちのため祈ってください。心に込めて祈ってください。教師たちのため
本当に教会でそのため献金する時間も待ちますけど、それで私が本当に祈りながら子どもを見なければならないのに、その代わりに教師たちが助けている部分を思って祈ってください。今日のタイトルは真理の中で導かれる聖霊神様です。私たちの生活の中でいろんな苦しみが来ます。その時大勢の人々が気を落として本当に心配していますつまずいて、なぜでしょうか。その中から神様の隠されている計画を発見できなく、あっているその問題に落ちて、心配の中で、います。今日の本文で読まなかったんですけど、16章1節2節に見たら、イエス様が弟子たちに言いました。イエスを信じるそのことで大勢の人々が苦しみ街道から追放される、また殺すものがある。それ私たちが本当にこれを言うのは、あなた方がつまずくことのないためですと言いました。私たちにあるいろんな問題の中で神様の絶対的な計画が見られると、どんな問題でもその中から勝利できます。それだったら、どうしたら神様の絶対計画を発見できるか、それは真理の中で導かれる聖霊神様を味わったら、そこから神様の計画をつかみ勝利できます。イエス様が言いました。あなた方は心配しないで、神様を信じるから私を信じなさい。ヨハネ14章1節からそう言いました。心に心配しないで、神様を信じるから私も信じなさいと言いました。心を騒がしくはなりませんと言いました。神を信じ、また私を信じなさいと。それで私は道でありし真理であり、それでまた16節に、助け主がいつまでもあなた方を共におられるためですと。また18節には、私はあなた方のところに戻ってくるのです、あなた方を捨てて個人にはしませんと言いました。また助け主が、私が送る助け主が、私があなたの名によって使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、話してすべてのことを思い起こさせてくださると言いました。それで本当に平安を残しますと。それで皆様、本当に真理の中に導いてくださるその聖霊様を味わってください。皆様の一生の生活が主の手に導かれる、そんな祝福な一生になれることを祝福します。私たちは神様の聖霊を持った人々です。コリント1章3章16節、あなたが神様の神殿である。それで私たちと皆様は世の中の人々が見るのには一緒なんですけど、そうじゃないんです。私は神様の聖霊が共におられるものです。そうですか。エペソ1章13節に、聖霊が私たちに印をつけたと言います。それで聖霊神様が私と共におられるから、私たちはどんな時にも必ず勝利するです。ヨハネ16章20節には、誠に誠に
あなた方に告げます。あなた方は悲しみは喜びに変わりますと。本当に悲しむことがあるんですけど、それがかえって喜びに変わると言いました。私たちの一生、神様が共におられるから必ず勝利するという意味でしょう。今日一日、聖霊の導きを事実的につかみ、真理の聖霊に導かれる日になることを祝福します。だったら1番目です。真理の中に導かれる聖霊神様は、私たちを助け主聖霊神様です。私たちを助け主聖霊神様です。助け主はどんなことをしますか？ヘラ語で助け主という意味は、パラクレトス、弁護士、頼むもの、それで英語ではヘルパー、カウンセラーという意味で通訳されます。それは助けるもの、相談してくださるものでしょう。聖霊神様が私たちの中で私たちを助けて、私のため願って弁護することをしております。それでヨハネ7節にも、どんなことをしますか、神様は。神様のことをするように助けてくださるんです。それが聖霊神様です。神様の霊、すべての人々は神様のことをすることを願っています。ですけど、大部の人々が神様のことをするんじゃなくて自分のことを知っています。自分も知らずに世の中のお使いをしているんです。結局サタンのしもべになっておるという意味でしょう。イスラエルの民が神様から選ばれた民で、民だったのに、本当にものすごい恵みを逃してしまうから、エジプトの奴隷になったんです。それでエジプトの城を作るのに、イスラエルの民が働いたんです。それはどんな意味でしょうか。イスラエルのしもべで、奴隷で、エジプトの城を、城を作ったんです。それはサタンの奴隷になったことです。聖霊が私たちの中におられるんですけど、それで神様の聖霊の助けを受ける私たちなのに、それでヨハネ14章12節、誠であなた方に告げます、私を信じる者は私の言う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私よりもっと大きなこともすると。聖霊神様が私と共におられるから、さらに大きな技を行うということです。聖霊神様が私たちと共におられるから、それさらに大きな技、福音を地の果てまで伝えること、それをするという意味でしょう。今日の本文に見れば、私があなたから去るのがもっと益になると言いました。なぜでしょうか。肉身体を折ってここに私たちに来られたイエス様が、ここから去って聖霊に来るから、世の中のお使いをしないで、たくさんの人々が奴隷になっているのに、この我が教会の一人一人が神様のことを行い、神様のことに仕えられる皆様になれるのを祝福します。
それはイエス・キリストを証拠することです。私たちを表すことじゃなくてイエス・キリストを証拠することです。ヨハネ15章26節に、私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証ししますと意味やした。証しすると私について、そのイエス御霊が私と共におられるとき、イエス・キリストを証しすることです。どう私たちの力ではできないんです。聖霊の働きで私たちは地の果てまでイエス・キリストのことを証しする弟子の生活を生きるんです。私が努力して証人になることじゃなくて、使徒一章八節のように地の果てまで証人になると、聖霊が私たちに望むと、それで地の果てまでイエス・キリストを伝える、これより祝福な生活、いい人生があるでしょうか。私たちの生活を通ってキリストが伝えられると、すべての人々が災いの中で生きているのに、それを解決する唯一な名イエス・キリストを伝えることに、どこにいてもその場所でイエス・キリストを伝える、そんな祝福が私を通ってあると、キリストの光栄を表すということです。今日の16章に、私を見ますと言いました。私を光栄を与えるから、16章、私の声を表します、私のものを受けてあなた方は知らせるからですと言いました。それで何を持っても、私たちがどうしたら神様の声を表しますか。聖霊が私たちの中で働くとき、私を通して神様の光栄が表されるんです。その助け主聖霊様は私たちの中におられ、私たちのためになさることは神様のことをするように助け、重要なイエス・キリストを表し、神様の光栄を明かし、また私たちの、私自身のため祈る方、それが助け主です。信仰生活をしながら熱心にしたと告白するかもしれませんですけど、滅ぼさなく今まで私たちがいるのは、ローマ書8章26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのです、ですが、御霊ご自身がいいようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと言いました。私たちの弱さを知っている方で、それで私たちのヘブライ書4章15節に、本当に同じく同じ試練を受けた方で罪はないと、私たちの弱いことを全部知っている御霊です。それで私たちのため、祈るんです。真理の御霊が私たちを助けている、その聖霊の
働きを毎日毎日味わう皆様になれるように祈ります。その見方は今日の8節から18節に世の中を責める聖霊神様です。それで罪について義について裁きについてその誤りを認めさせますと言いました。10節に義についても私が父のもとに行き義について罪について裁きについて、それはどんな意味ですか。私たちが持った罪はどんな力でも私たちが持っているそれによっては、解決できません。ただキリストを信じて解決できます。それなのに世の中の人々は自らその罪の問題を解決できると信じています。それで9節に彼らは私を信じないから誠の義は何でしょうか。私が父のもとに行きあなた方が私たちを見なくなるからですと。キリストによってからのみ私たちに与えてくださるのが、それで罪と死亡のすべてを解決し神様が解決して私たちに与えてくださるんです。私たちの自分の努力で熱心に生きて罪の問題が解決できないでしょう。その部分を神様が責めているんです。裁きについてもこの世を支配する者が裁かれたからですと。サタンはすでに裁かれたから私たちは怖がる必要はないんです。キリストによって毎日毎日勝利を保証された私たちです。皆様本当にこの世を勝ったその聖霊が私たちに共におられるから霊的な戦いだけしたらいいんです。真理の御霊が助け主で私たちを助けているから正しい答えを味わう皆様になれることを願います。また2番目聖霊神様が真理の中に私たちを導いてくださるんです。ヨハネ16章13節に見たらすなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますと。それで自分から語るのではなくやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからと。私たちが酒を飲んで堕落してそこに聖霊に導く必要はないんです。ゲームに落ちて娯楽に落ちてそこに聖霊の導きがあるでしょうか。いつも聞いているメッセージでしょう。ヤコブが母の露を作っているときには聖霊の働きがあるはずがないんです。聖霊の導きを受ける道は何でしょうか。神様の方法は初めから今まで主の前に立つその時まで御言葉を通ってです。神様が聖霊に私たちを導いてくださるのはその創造の時神様が御言葉で天地を作ったんです。だったら私たちは御言葉を受ける時間それがどんなに重要でしょうか。ここに座っている御言葉を聞いているその御言葉が私たちに聞こえてくるそれが神様の
働く方法です。御言葉を与えて、その御言葉を成し遂げるその神様だから、礼拝の時私たちが本当に聖霊の導きを受ける、あ、ここに座っている、それに感謝しなさい。また重要なのは私たちの人生、どう私たちの人生を導いてくださるでしょうか。御言葉の通りです。私たちが計画を立てて、それが私たちの人生を導いてくださるんじゃなくて、神様が御言葉の通り皆様の人生を導いてくださるんです。また皆様がどんな御言葉を講談から受けているか、それが重要です。どんな御言葉をここで受けているか、花教会の講談の流れは何でしょうか。その御言葉の流れによって皆様が導かれてきました。どんな御言葉を握っているか、それが皆様の人生の全部です。それで1時間に1時間与えてくださる、それで御言葉を握る、それに集中しなければならありません。ずるいサタンはそれに本当に邪魔します。御言葉を握らなく、他のことを握るように、それで礼拝の時間にここに座っていっても集中できないんです、サタンの邪魔で。それで御言葉に集中して、聖霊の満たして、真理の聖霊御霊に導かれて、本当にそうなることをどんなに強調しても、それが人生全体です。御言葉がなかったら講談は必要じゃないんです。礼拝も必要じゃないんです。だったら皆様の人生も必要じゃないんです。御言葉もなし、礼拝もなし、だったら皆様の人生が無価値になるんです。それで御言葉を受けるのが全部です。命をかけて御言葉を握るべきです。また2番目は、どう御霊の導きを受けるんですか。御言葉を握って祈るとき、祈るとき、祈ったらいいんです。ヤグラの旅程、また道しるべに対していろんなメッセージが与えられたんですけど、神様から与えられるヤグラ旅程、道しるべ、それを握って祈ったらいいでしょう。大勢の人々がキリストから与えたそれを握らなく、他のことを握ります。だったら神様の導きを受けられないんです。それでヤグラ、旅程、道しるべ、それが今までの御言葉の中からのエッセンスです。それ7つの櫓、7つの旅程、7つの道しるべ、それを持って地の果てまで行きなさいと言いました。それがで、そんなに優しくないんです。なんとか挑戦、皆さん、いろんな人々を挑戦していますけど、先週ある人が訪ねてきて、いろんな話をしながら、私が本当にこれを櫓、旅程、道しるべを書きながら確認しようと決断してやってみましたけど、とても優しくなかったと。それでみんな仕事もしながら、いろんな仕事で忙しいんだから、それを毎日10回書くというのは難しいことでしょう。集中しなかったらできない部分です。それ
10回書きようとして書きながら、なぜ私がこんなにこう書いているか、自分の祈りができないから、それ書いて自分の祈りがならなくて、それは20日ぐらい経ってからは、それが自分の祈りになり、聖霊の満たしが感じられたと。そうでしょう。小さい子どもたちも、高等の学生もそれを書いて祈ると聞きました。幼いレムラントたちも、そう、言葉が聞かなく、どんなメッセージかわからなかったんですけど、それを書いてから、みんなの礼拝の時、礼拝の御言葉が聞こえ、それが本当にメッセージとして握られたといいます。それで皆様、それを書いてもいいし、じゃなかったら録音してレコードして、それを聞いてもいいんです。それで自分、昨夜うちの家内がある方が送ってくださった祈りの録音を聞かせてくださったんです。本当に私、恵みを受けたんです。力を得ました。聖賛美神様が今、新牧師さんの考えと心に10万に働いてください。私の名を入れて祈った部分を録音して送ってくださいました。それを聞いて本当に私が力を得ました。最高の祈りだって、これが、その祈りをちょっとでも私が聞いて、大勢の人々が私のため祈ってくださると、その部分で本当に助ける祈りで、福音を持って祈ってあげる祝福の祈り、それを聞いて私が恵みを受けて力を得ました。それで福音に対して整理された祈りのタイトル、それをもしなかったらその資料をあげますから、求めてください。ある牧師さんが短い時訓練を受けて、その祈りを続けたのに、子どもたちが分かると、なんとなくメッセージに力があると。子どもたちが父のメッセージに恵みを受けることは本当に難しいことです。で、子どもたちが分かると言うんです。それで皆様一人一人が本当に聖霊から与えてくださる力を得る、福音を味わう霊的な力、聖霊の満たしがあるように、御言葉を握って祈るとき、本当にその祈りができると、どんな祝福があるでしょうか。キリストの中にある自由さが感じられます。ヨハネ16章7節、私が道であり真理であり命なのですと言いました。真理が分かるから、本当にその真理があなた方を自由にさせると言いました。それで真理を分かれば分かるほど、世の中の人々が分からない自由さがあります。ヨハネ3章に見たらニコデモが出ます。パリサイ人の中のパリサイ人で、その昼にイエス様に来るのはとても危ないから、夜に訪ねてきたんです。で、どう新しく生まれますか。
その時イエス様がニコデモに言いました。あなたが聖霊で、新しくならないと。そのニコデモがイエス様を信じました。自由さを受けたんです。それでまた最後のに見たら、その時最後の時あったのがニコデモです。ヨハネ4章に見たら、男を通って幸せになろうとしたら失敗したサマリア人が本当にイエス様を通って幸せに、また礼拝が回復しました。ヨハネ5章、ベネスタ池にあった、足のないた人が出ました。出ます。その人が完全にイエスに会って癒されたこと。またヨハネ8章、官人の場で捕らえられた女、その女もイエス様の通って罪が許されたんです。9章にも盲人であった人が出ます。またヨハネ11章にも死んだナサロが出ます。それ本当全部イエス・キリストの中に誠の自由があること、命が生かされる、その本当の自由を皆様味わってください。それができると将来のことを分かれます。ヨエル書に書かれたその使徒2書17節に見たら、子供は予言し、若者は幻を見て、夢を見ると言いました。それはみんな本当に将来のこと、未来のことを見るということでしょう。それで私たちは未来を心配しない。詩編13章7節から7節を、詩編139節7節に見たら、私はあなたの御霊から離れてどこに行けましょう、私はあなたの御前を離れてどこへ、どこのどこへ、どこへ逃れましょう。たとえ私が天に上がってもそこにあなた方にあられ、私が黄泉にいかを設けてもそこにあなたはおられます。私があなたの御手が私を導き、あなたを左の手が私を捉えてます、捉えますと。本当に聖霊神様によって将来のことを見られ、すべての心配のことを捨てる皆様になれること。心配したら本当にずるいサタンが皆様を握っているんです。ペテル一緒に2章9節にもそうです。ずるいサタンがヨハネ16章23節のことを見ましょう。その日にはあなた方がかなおもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。 今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。さ、祈ったら受けるんです。求めなさい。それにあなた方の喜びが満ちたものとなるためです。真理の御霊が導く、そんな皆様になれることを認めます。だったらまとめます。だったら真理の神様が現場で私たちの家庭
学業、学校、教会、仕事場で本当に真理の御霊が働いと、すべてのことが、それ導きを受けなかったらすべてが傷になるんですけど、すべての出会いの中で主が正確に導いてくださる、それを経験すると、誰に会ってもどんなことを言うか、それを正確に神様、それで神様に私たちのスケジュールを正確に言って、神様の導きを受けるとき、そこから神様の計画が見られるでしょう。それで真理の神様が、問題と苦しみが来るとき、神様が聖霊の導きを受ける集中な時間を私に与えてくださった。そのことで神様が機会で与えたそれを改めて見られるんです。ピリッポ書に見たら、パウロが牢に入ったんですけど、そこにそれを通って、私があったものが帰って祝福になったと。神様をどんなことがあっても私を通ったら伝えるのは福音だった、福音ですってパウロは告白したんです。2章にも、どんな苦難があっても神様の計画を探して味わったんです。ピリッポ2章に、それで私の力じゃなく苦難の中で神様の計画を握って味わったら、世の中のことがあんまり本当に別の特別なことじゃない、私が持っているそれを通って全ての問題事件で福音を味わったら、本当に世の中であんまり必要なものはないと。どこでもどんな問題があっても勝てる福音の人になったと。それがピリッポ4章です。私が本当にどこにあっても全てのことに私が貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っていますとね。悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますとパウルは告白したんです。そんなになることを願います。本当に福音を味わったら、私たちが神様が私たちに与えてくださった、それは237古戦種族を生かすことです。それが神様のビジョンです。どんなことがあっても237国と私たちがつながっていなければなりません。それが正しい聖霊を導いていることです。真理の御霊が導いてくださる、それが私たちのすべての生活の中で味わえる。祈りの力がなければなりません。それ私たちを本当に祈りの櫓を立てましょう。真理の中に導いてくださる聖霊神様、それで真理の中で導かれる天道弟子の実りです。一番目、普通祈りの力を味わって生活の中